最近思うのです。今のタイプなりには足りないものがあると。そうですか。命なら順当に集まっていますよ。そういうことではありません。タイプなりに足りないもの、それはズバリ異世界転生ものです。あ、巷で流行りのあのジャンルですね。いつの間にか我々はすっかり流行に乗り遅れてしまいました。言われてみれば確かに。タイプなりの物語を小説総合サイトに投げてもポイントつかなそうですね。そこで異世界転生ものの代表作である転生したらスライムだった件を参考にタイプなりに流行を取り入れましょう。では早速読んでみましょうか。キラ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 、これが転生だ。お、面白い。ページをめくる手が止まりません。書籍の売り上げも簡単なりそうです。異世界転生もの夢が膨らみますね。これで指針は決まりました。我々もカラクターズな異世界に転生する物語を作り、それをダノゲ化するのです。目指せ大ヒットラノゲシリーズ、目指せアニメ化です。覚醒した瞬間からスノーには違和感があった。あたりは一面の暗闇。というのも目を開ける方法がよくわからないのだ。一体何が起こっている。確か私はいきなり、そうだ、トラックに轢かれて、その運転席に義心と暗鬼がいたことを思い出し、スノーは気合で目を開いた。奴ら何を企んでる。洞窟らしき場所を見回し、傍らの水たまりに目をとどめたスノーは息をのむ。そこに映った自分の姿はどこからどう見てもスライムだったのだ。なんだこのツヤツヤボディは。まるでナイトメアのようではないか。どういうつもりだ。ふざけるな。こんなツヤツヤボディで正義がなせるか。その声はもしかして、誰だ。やっぱりあなたはスノーか。敗者には敬意と弔いを。
そうだ、私はスノーだが。現れたアリスの姿を見て、スノーは再び息を呑む。アリスの頭には長い角が生えていた。目が覚めたらこの洞窟にいて、こんな外見になってしまっていた。そうか、私と全く同じだな。こんな角が生えた顔ではあの人に、彼に会えない。いや、原型をとどめているだけいいだろう。悲嘆に暮れるアリスに、どこか投げやりにスノーが言う。ところで、この事態の原因は。こんなことをやらかすのはあいつらしかいない。スノーは頭を抱えた。ようやく現れた疑心と暗鬼は、意気揚々と事態の説明を始めた。ライブラリ特製の大ヒットラノベを作るために、人形たちはテンスラを参考にして異世界を作り出し、そこにスノーとアリスを転生させたのだという。転生だと？テンスラの主人公は通り魔に刺されて転生しますが、お二人の場合通り魔を返り討ちにしてしまいそうでしたので、トラップで引き殺しました。トラップ氏は転生なのでのお約束です。そんな身勝手な理由で私たちをこんな姿にしたというの？転生後の姿は完全ランダムです。この姿のどこが大当たりなんだ。クレームは受け付けておりません。ではこの世界で何でも転生もののお約束をしたとおりやってください。まずはピナドに帰りに町に向かうのです。ここからもストレスが大事に出て送ります。
を勝手に殺した挙句、さらに勝手なことを言うな。元の姿に戻してもらわないと困る。睨みつけるスノーとアリスに人形たちはぬけぬけと言い放つ。この異世界でのあなたたちの行動は白紙の方に刻まれ、ラノベになります。ブレイブ異世界転生者ラノベにふさわしい行動をしてくださいね。ラノベが完成しない限りライブラリには戻れませんよ。それでは頑張ってください。愕然とする二人を残し、人形たちは笑いながら姿を消した。人形たちの言うことを聞くのは尺だが、ライブラリに戻れないのは困る。アリスとスノーは仕方なく洞窟を出て町を目指してみることにした。ひとまず道に沿って進み始めたが、突如魔物に襲われ大ピンチに陥る。普段なら一刀両断で終わるであろう敵なのだが、この体、動かしづらい。スノーの方で何とかしてほしい。バカを言え、私のこの体でどういう攻撃ができると言うんだ。転生体での戦闘方法が分からず負けそうになった二人の前に、仮面をつけた一人の女が現れた。危ないところだったね。もう大丈夫だよ。魔物を切り捨てた女性はシズと名乗り、スノーを抱き上げてそっと撫でた。よかった、怪我はないようだ。いともたやすくスライムの体に触れられたことにスノーは驚く。あなたは私が怖くないのか。ん？君は悪いスライムなのかい？違う、私は正義のスライムだ。だったら私が怖がる理由はないかな。シズは穏やかに笑うと、角が生えたアリスの頭も優しく撫でた。怖かったでしょう。間に合ってよかった。二人はほとんど同時に思った。この人はいい人だ。
たのような善人は前世にはいなかった。スノーが体をプルプル震わせながらつぶやけば、アリスもため息とともにうなずく。本当にそう、おかしな連中ばかりだった。前世？もしかして君たちは別の世界から来たの？驚いたアリスとスノーが思わず顔を見合わせると、シズはそれを同意と受け取ったらしかった。そういうことだったんだね。スライムとオーガが一緒にいるなんて珍しいと思ったんだ。別世界の存在を知っているのか。それならあなたも私たちと同じ転生者。いや、私は召喚者だよ。何が違うの？別世界で死に、前とは違った肉体でこちらの世界に転生したのが転生者。別の世界から生きたまま召喚され、肉体も元のままなのが召喚者だよ。私がこちらに来たのはもう随分昔だけどね。アルシオ、あなたに勝利を捧げます。転生者と召喚者、似て非なる存在ではあるが、故郷が別世界にあるという点は同じ。その似たような境遇に加えて、人格者であるシズにアリスとスノーが心を許すようになるまで、そう時間はかからなかった。そっか、まだ転生したばかりで自分の体に慣れていないんだね。それならスキルの扱い方も知らないんじゃないかな。魔物ボディの扱いに苦戦する二人に、シズは丁寧なアドバイスを送る。その的確さと分かりやすさに二人はただただ感心するのだった。その日は一日中、さまざまなことを教わった。この世界で通用する知識、スキルの覚え方と扱い方、その応用法、戦闘での立ち回り方まで教わり終えた頃には、すっかり日が暮れていた。暗い森で焚き火に当たる三人には、いつの間にか仲間意識のようなものが芽生え始めている。君たちを見ていると、教え子を思い出すよ。シズは、かつてイングラシア王国という国で、教師をしていたと話してくれた。先生だったから、あんなに教え方がうまいのね。なぜ今は旅をしているんだ？
尋ねると、シズの目が一瞬鋭くなった。人がいるんだ。どうしても会わないといけない。そうか。私たちにも会いたい人がいる。絶対に会わなければいけない人が。そっか、君たちもなんだね。君たちが会いたい人はどこにいる？元の世界だ。そのために私たちは大ヒットラノベを完成させなければならない。大ヒットなんだって？首をかしげたシズに二人は説明した。この世界で異世界転生者ラノベのような行動をとっていけば、いつか元の世界に帰れるはずなのだと。よくわからないけれど、君たちが困っているなら私も協力するよ。ありがとう。あなたは本当にいい人だ。私はいい人なんかじゃないよ。シズは胸に手を当て、そっとつぶやいた。翌日、一行は森を出て町に向かった。半日も歩けば、とある町に着くはずだと、シズが教えてくれる。私も行ったことがないところだけど、噂を聞く限りでは、君たちがこの世界で活動する最初の拠点にするには、うってつけの町だと思う。そこは、この世界ではとても珍しい魔物と人間が共に暮らす町なのだという。
他の旅人からの受け売りだけどね。種族の垣根を越えた真の共存が実現している町なのだというよ。確かにそこなら自分たちでも活動しやすそうだとアリスとスノーは喜ぶ。そして一行は昼過ぎに噂の町へと足を踏み入れた。私の友達だ。侮辱は許さない。ああ、人間のくせに魔物と友達だと。あの人おかしいんじゃない。なんだ、一体どうなっているの。噂とはあまりにかけ離れた住人たちの態度に一行は戸惑った。町には確かに魔物が暮らしているようだ。だが見かける魔物はどれも傷だらけだった。道端のあちこちで人間が魔物に暴力を振るっている。中には鎖でつながれ奴隷のように扱われている魔物もいた。どういうことだろう。ここは魔物と人間が共存する町のはずでは。保安官らしき人間を捕まえて問えば彼は吐き捨てるように言った。人間と魔物が平等なわけないだろうが。種族の垣根を越えた平等の町か。ごめんね、噂は噂でしかなかった。そんなことないです。謝罪したシズの背に小さな声がかかる。振り向くと物陰に縮こまっている傷だらけの魔物がいた。人間のシズに怯え距離を取りながらもその魔物は言う。昔はこの町は確かに魔物と人間の平等を掲げていました。魔物への差別感情はあったものの公に暴力を振るえば捕まっていたという。だから人間は不満だったんです。この町は人間を逆…それにどうしてこんな町になったの。今の漁師になってから変わったんです。漁師は
魔物排斥派の人間で、魔物への暴力は罪に問わないと言いました。それからはもうずっとこんな感じです。もともとくすぶっていた差別感情が領主の発言をきっかけとして爆発したのだな。その時、広場から悲鳴が上がった。見れば、逃げようとする一匹の魔物を複数の人間が捕らえ、暴行している。やめろ、卑怯者が。思わず飛び出したスノーに、殺気だった人間たちの手が伸びた。魔物ごときが人間様に歯向かうな。殺せ。人間たちからヤジが飛び、スノーに複数の武器が振り上げられる。その瞬間、シズの脳裏によみがえったのはかつての悲劇。大切な人を殺してしまった過去の記憶。死なせない、もう二度と。シズの体が炎に包まれた。シズの体から炎が伸び、スノーを殺そうとしていた人間たちに踊りかかる。シズ？問いかけたアリスに、シズはつぶやいた。前に言ったよね。私はいい人じゃないって。直後、炎が柱となって吹き上がる。その凄まじい熱風に人間も魔物も等しく逃げ惑った。もう十分だ！やめてくれ！炎に彩られた瞳のシズは、スノーの叫びも一個だにしない。まさかあの女は、爆炎の支配者、シズイズ！人間の叫びが渦巻く炎に飲まれた。化け物に変わった。人間が彼女のことを爆炎の支配者と呼んでいたことと何か関係がある。
それはわからないが、私たちを友人と呼んでくれたシズが何者かに乗っ取られたらしいというのはわかる。彼女を助けるぞ、アリス。ああ、ケチラス。シズが雄たけびを上げ、炎がうなった。このままでは町ごと灰になってしまう。それはきっと彼女が望む行為ではない。アリスとスノーはシズから教わった戦闘法とスキルをフル活用して彼女に立ち向かった。やがて炎が消え、シズの姿が元に戻る。はあ、また私は。燃え落ちた家屋の残骸を眺め、シズは膝を折った。そこに四方から石が降ってくる。出て行け、魔物どもめ。行こう。魔物と人間の真の平等なんて幻想だ。もうここに用はない。アリスたちはシズを連れ町を後にした。一行はしばらく様々な街を回った。けれど、アリスたちがギルドに入れるような街は、どこにもなかった。どこに行っても、アリスとスノーは、人間たちから嫌悪の眼差しで見られる。やがてシズが言った。すまないが、そろそろお別れだ。彼女は、体内に炎の精霊を飼っている。最近はそれを抑えることが難しくなっていて、いつ暴走するかもわからない。一緒にいれば、必ず二人を危険にさらす。
からもう一緒にはいられない。きっぱりとした言葉にアリスたちは悟る。シズを引き止めることはできないのだと。そこへ人形たちが現れた。お前たち、今まで一体どこにいたんだ。ずっと見ていましたが、二人ともちっともぬるぬるの鉄砲一歩通しませんね。あなたたちに期待したのが間違いでした。アリスの方法いいです。ラムズ計画は当局決定です。なので二人ともライブラリに戻してあげます。その前にお前らをぶっ飛ばす。ライブラリに戻れるのか。世界に戻れるのならよかった。それじゃここで本当にお別れだね。シズ、最後にいいだろうか。あなたの本当の名を教えてほしい。怯える人間が言いかけたシズの本名。二人は別れ際にそれを聞きたがった。シズエ伊沢。この名前を自分から人に言うことはほとんどないけれど、友達になった二人は特別だと。シズは微笑んだ。私たち三人の旅がそうだったように、いつか魔物と人間が本当の意味で平等に暮らせる場所ができたらいいね。シズの願いに強くうなずいた瞬間、ライブラリー。自分たちが存在すべき世界に帰ってきたと、アリスとスノーは胸をなで下ろす。そして再び、ナイトメアを借り、命を集める日々が始まった。この世界でも毎日、誰かが誰かを差別している。異性者が差別の大義名分を口にすれば、右に習いで従ううぞうむぞうの国民たち。元の世界と転生先の世界で、
一体何が異なるというのだろう。人にも魔物にも、それぞれの正義、それぞれの心があると私は知っている。見た目が違うだけで、一方的に殺されるいわれはないはずだ。私はシズのことが忘れられない。せっかくライブラリに戻ってきたのに、私はおかしいのだろうか。そんなことはない。私も同じ気持ち。優しい人にもう一度会いたい。その気持ちを胸に、アリスとスノーは再び異世界に足を踏み入れた。魔物ボディのためか、第二の故郷に帰ってきたような懐かしい気分だ。彼女は今どこを旅しているのだろう。シズの居場所を探してさまよううちに、二人は森の中にある国家にたどり着いた。国の名は、ジュラテンペスト連邦国。そこは、魔物と人間が共存する国家だった。罵倒や暴力が飛び交わず、魔物も人間も、別れ際にシズが言っていた願いが、まさか実現しているなんて。彼女にこのことを早く教えてあげたい。そんな衝動に突き動かされる二人の前に、シズによく似た顔をした人物が現れた。
あなたは、静か？思わず声をかけたスノーに、少女のようなその人物は、ゆっくり瞬きをした。いや、俺はリムルだ。お前たちは？なんでシズさんのことを知ってるんだ？シズによく似た人物。リムルは、興味深そうに二人に問いかける。私たちはシズ…スノーの言葉に、リムルは納得したようにうなずくと、少しだけ悔しさをにじませた声で二人に伝えた。シズさんは、亡くなったよ。リムルの言葉に、二人は息を呑む。その時だった。テンペストに化け物がなだれ込んできた。俺のナイトメア。ライブラリから私たちを追ってきたのか。あいつら何者だ？魔物なのか？違う、魔物ではない。あれは私たちが持ち込んでしまった。この国には必要のない余計なもの。行き場のない悲しみをぶつけるようにナイトメアを散らしたアリスとスノー。リムルは礼を言い、シズに会いたいのなら高台に行くようにと教えてくれた。このモニュメントはシズの慰霊碑だろうな。高台に積み上げられた石の前でアリスたちはそっと手を合わせる。あなたの善良さを私たちは忘れない。シズが友人となってくれたことで、魔物であることも悪くないと思えるようになったのだとつぶやく。おかげで魔物として生きる決意ができた。二人は彼女との思い出を胸に、自慢の魔物ボディでライブラリへと帰った。
ずの大失敗でした。アリスたちが全く思い通りに動いてくれませんでしたね。これって前回のタイムでした。我々にラノベを作る力はなかったんです。本家のエースが引っ掛けるはずもないんです。敗北宣言ですね。せっかくヒーランド思いついたのに、ライブラリ初の大失敗なんで諦めきれませんね。アリスとスノーがテンペストを去った後、ライブラリとつながる扉が徐々に閉じていく様子をじっと見守る者たちがいた。鬼人の巫女姫シュナ、最古の魔王の一人ミリム・ナーバ、そしてジュラ・テンペスト連邦国盟主リムル・テンペスト。さっきお話ししていた白いスライムさん、リムル様に似ていましたね。お、そうか？っていうか待つのだ！私たちの出番はこれだけか？これでは扱いが村人 A と一緒なのだ！納得できないのだ！ミリムが抗議の声を上げたその時、ライブラリでは人形たちがある決意をした。ラノベ家の夢を諦めきれません。アリスたちのためなら我々は異世界転生します。人形たちは新しい世界に転生を試みた。そうしてやってきたのはリアル系中世ファンタジーの異世界。義神と暗鬼はドロドロの粘液をまとったグロテスクなスライムに転生した。その上、この異世界のスライムは言葉を発することもできないようだ。それでなんて無理です。わめくことすらできない人形たちが大ヒットラノベを作れるはずもない。2体は雑魚モンスターとして永遠に生きていくことになるのであった。
リスとスノーがテンペストを去った後、ライブラリとつながる扉が徐々に閉じていく様子をじっと見守る者たちがいた。鬼人の巫女姫シュナ、最古の魔王の一人ミリム・ナーバ、そしてジュラ・テンペスト連邦国名手リムル・テンペスト。さっきお話ししていた白いスライムさん、リムル様に似ていましたね。お、そうか？っていうか待つのだ！会社には経営と未来を。人形たちは新しい異世界に転生を試みた。そうしてやってきたのはリアル系中世ファンタジーの異世界。義神と暗鬼はドロドロの粘液をまとったグロテスクなスライムに転生した。その上、この異世界のスライムは言葉を発することもできないようだ。それで何か見て、これでも俺でーす。わめくことすらできない人形たちが大ヒットラノベを作れるはずもない。2体は雑魚モンスターとして永遠に生きていくことになるのであった。